回路の話すると回路はダメっていう人がねいるから、それで亡くなった方もいらっしゃるからって言われちゃうけど、しょーいよかった、偽装しちゃった。マッシェマッシェ来ない占い師のね、このおみくじ感もいいよね。青、オレンジ。ナイボー。はい、ナイボー。ナイスでーす。今、配電盤待機をしていました、リンゴは。そんなもん、何の仕事にもならんぞ。黒いわ。だから黒いわ。いやいや、キツネ否定です、これで。キツネでも行くかもしれない、ね、ありがとうございます。キツネ、今ヌーンを動かした方どなたですか？あ、はい、それがリンゴです。あ、そうなんだ。初号機右でじゃ待機されてたんですかね。はい、そうです。キツネさんがダウンロードしてました。はい。キツネ否定。なんか、うん、インポスターだったら切られんぞ。インポスターに見えるんだよな。まあ、犠牲の句読んどいた方がいいんじゃないかなって。電話しましょう。いや関係ないんだよな、こっち。あ、不必要なシロアピって人外要素なんだよね。まあでもいいんじゃないですか。リフトを動かしたからキツネではないんじゃないですか。まあね、桃紫。あーでね、あのカイロをね探してて、あのカイロプラクティックス探しててね、病院のね帰りにね、なんか適当になんか探して、なんか時間空いてたんで行こうと思って行ったんですけど、めっちゃ良かった。マジでめちゃくちゃ良かった。僕の福岡の行きつけのところ、まあ比較してもちょっとあれですけど、のとこと比べてももう比じゃないぐらい、比じゃない、めっちゃ良かった。いいとこ見つけましたね。運命です。黒、これやばいぞ。色が立ってる。ほい。はい。寺さんの死体がエンジンのど真ん中。俺ここ。寺蔵さんじゃない？寺蔵さん。え？あ、寺蔵さんだ。黒が間違えた。寺蔵さんの死体がエンジンのど真ん中、通ったら絶対に光る位置。バイタル情報で10秒前に見たときは2人ともすでに死んでいました。まあ、別々のキルかな。アドミン情報あります。はい、はい。コクピット1が僕です。武器庫に直近です。ちなみに武器庫、はい、もう一人は出ない感じですか、ね、もし私かな。あ、了解です。はい、うん、キッチン1、キッチンが多分昨夜かな。展望から入ってます、はい、展望1ですね。あ、そう、展望が昨夜だ。で、確かエンジンが1、これが死体ですかね。で、セキュリティ1。出ない、はい、電気1。多分タクヤです。え、電気2じゃないですか。赤メタもいて、タクヤさん今あの3つのパチパチパチってやるタスクのとこいますよね。あ、やってた、やってました。そう、俺その下にいる。あ、もうパスで、メインさん、アーカイブ1スタート。メインさんです。メインさんです。じゃ、多分伊豆さんじゃないかな。メインさん、エンジンが1で発見だったら多分伊豆さん、ね、まあそうですね、うん、赤目田さんって石油から来ました？石油側から来てます。一応すれ違った記憶はないけど、あ、キッチン席の扉は俺開けた、うん、じゃあ石油が赤目田さんじゃないですか。ちょっと多分そういうこと、ちょっと古い前なんじゃないですか。2秒前とかじゃないですか、うん、うん、でもう1は、あと1は待ってんのってキッチンじゃないですか。キッチンが出てないかな。あ、僕、ああ僕のメインさんと、メインさん、アーカイブ1、電気1、席1。ああ、アーカイブが僕ですね。あ、そうです。先端さんはアーカイブ1なのはちゃんと僕見てるので。ああ、はい、隠しろ。キルできないと思います。先端さん割と両方無理そう。うん、だったキッチンっぽいですね。はい、うん、うん、キッチンともう一個足りないですか。死体にしたいですよ。あ、エンジンじゃないですか。あ、エンジンか。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。死体です、多分これ。時点はもうほぼほぼユタさんかなと思ってます。あ、マジですか。まあ、そっちの方から来てたんで。
ユタさんとすれ違ってから多分10秒ぐらいしか経ってないと思って、10秒前にバイタルで戦地に出るんやったら、あと40秒経ってるんでシリアルもちょっと考えた方がいいかも。カイロの話すると、カイロはダメっていう人がねいるから、それで亡くなった方もいらっしゃるからって言われちゃうけど、しょーよかった。カムズで出直しました。真ん中左右の順ですよね。じゃあ真ん中右左の順ですよね。うん、今一瞬違うの言ったかなと思った。多分合ってると思います。真ん中右左ですね。はい。センターのスナップアイ展望デッキで配電盤見てました。了解です。はい。うん。どうしましょうか、シウネさん、あれ違う、テラゾウさんか、テラゾウさんの状況的にはテラゾウさんの方がめちゃくちゃ詰まると思っていて、はい、ユタさんはエンジンからメインに来てますよね。はい、はい、ただ停電前で僕除染まで終えて、除染からまた戻る時に、リンゴさん上がエレキから来るのとすれ違ってるイメージなんで、結構時間は経ってる主張したいですね。うん、まあどの道、うん、バイタル情報で10秒以上前にはすでに死んでるっていうところで、ユタさんがエンジン方面から通ってきて、それとすれ違って、俺が、ユタさんとすれ違って10から15秒後ぐらいかな、に扉を開けた上でエンジンで発見という時系列やから、基本的にユタさんがそこから来てるから、メインより右にいる人、アドミンで見れてる人は、テラゾーさんのキルは全員弾いていいと思います。いいと思う。で、キッチン1が不明だから、キッチンの1がベントで飛んでキルして戻ってきたとかが一番自然かなとは考えている。うん、さん。昨夜さんは展望デッキに映ってるんですよ。停電を直してて、その後アップロードしておしまいなので、展望に、展望したいもあるじゃないですか。展望したいで、昨夜さんが位置すり替えが行われていると考える方が、うん、俺は自然。スナパイさんとピカクロスさんってどういう状況ですか。うん、僕ダウンロードしてて見てないんだけど、うん、私武器庫の下に行ってるね。僕セルフィーさんを結構テラゾーさんとセルフィーさんをかなり近い位置で見てからのメイン移動なので、セルフィーさんが切った後にアドミン見てるのもあるのかなと思ってます。あとね、自分ね、うん、貨物脇で、うん、下ルートでエレキの中まではリンゴさんと一緒だったの覚えてる。ナパイさんですか。はい、パチタスクのあたりでもすれ違ったと思いますよ。あ、いた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 、停電中とかだったと思います。いました。はい、下ルートで、はいはい、そちらに行っています。今回入れちゃってますよ。セルフィーさんかサクヤさんかなと思います。ピカクロスさんとスナパイさんの関係性もちょっと洗ってほしい。いや見てない。うん、あ、だとね、焼肉食べたって言ったじゃないですか、昼。焼肉ね、食べたらね、隣のね、女性がね、なんかめっちゃ YouTuber っぽくて、知らんけど、知らんけど、YouTuber っぽいなーって思いながら、なんとなくですけどね。ちゃんとね、なんか、あれなのよ。もう、一人で来てて、その人も。で、なんかイヤホンとか、スマホとか一切見ずに、エレクで、どっちだし、リンゴさんの死体かな、どっちか、ちょっとごめんなさい、覚えてないですけど。いや、今、黒色だったね、黒だったね。うん。あ、高谷さんの死体がエレクの、真ん中ら辺に死体を発見しました。うん。マジか。はい。まあ、実施点だと、ちょっと待って、私だよね。はい、聞きたいですね。私、一回セキュリティの方に行って、テープタスクがちょっとだけ残ってたから、それを終わらせて戻ってるんだよね。どこのあたりにあった？もう、ほんと、エレクのど真ん中ですね。ってなってくると多分ルート的に通らない気がするな、はい、私。だからね、スルーしてるパターンまである。まあ実施点だとまあ結構エレクから上がってきたんで、まあビガクロスさん切ってんのかなって思いましたけど、まあこの話を出していただいて。
昨夜貨物で停電を直してバイタル見た2人と死んでてエンドです。今回僕誰とも会ってないよ。今回も近いんだ。他の方は赤めた貨物の金庫でバチクソに浮いてます。一応エレキからバイタルって下回りにはなっちゃってます。はい、キッチン脇でアップロードやって、で武器庫から今コンビの通路に抜けるとこでした。一人です。メイン脇、拓也さんと一緒にエレキに降りて、拓也さんはエレキに置いて石油行ってアップロードをやって、停電が入ったから直しに行こうと思ってセキッチンカーの扉開けて直ったけど死ねる人いないかなと思って展望のアップロードぐらいまで行って終了です。僕はアーカイブシャワー、メインエンジン宿舎シャワーでセルフィーさん立ってます。僕も浮き位置でメインから、エンジン宿舎金庫。セルフィーさんのセルフはちょっと薄いかなと思ってて、純粋の立ち位置で言うんだったら昨夜さんって感じには見えるんだけど、浮き位置が結構いるから、診察側の電気の扉閉まってるので切れてる。 OKOK、 そしたら浮き位置が結構いるから、私が対抗位置って言ったらちょっと微妙かなって感じ。一人上げろって言われても無理。赤目田さんじゃないですか。多分ね、一番ヒットは赤目田さんかなと思ってる。まあ一だけだな。そうですね、さっきのキルで俺赤目田さん釣りたいですけど、シンプルにやっぱ、はい、今回の切るよりはさっきの切るで詰めた方がすごい分かりやすいかな。伊藤さんなんでしょう、現行犯。ああ、伊藤さんって金庫主張ですか今。金庫です。ドアは全部閉まってると思う。はい、明日閉まってるんで、こうやって入ったんだろう。しに行こう。もうダウンロードしてたよね。ユタピカ良さそうだけどな。ほい、はい、もう今ちょっと聞きたいのが、セルフィーさんがアドミンを見てくれた、俺がテラゾーさんをレポートしたターンあるじゃないですか。はい、あの時のピカさんの位置ってどこでしたっけ。武器庫の下。武器庫2人にピカクロスさん、スナッパイさん、キッチン展望で、確かキッチンが坂谷さん。展望か、展望が坂谷さんで、キッチンしたいですね。私のルートとしては、センターさん覚えてるかな、アーカイブでセンターさんとタスク、まあ、センターさんがちょうど入ってきたときに私が終わって抜けてって、そのまままっすぐエレキ、途中で道中は、メインのタスクとかをこなしつつ、エンジン抜けて武器庫の方のタスクをやってる。10姉妹タスク2つやってるんだよ。うん、誰ともあってないんですか。上やって。ってさ、どっから入ってきたんだっけ、武器庫。上ルート。俺がダウンロードしてるのって見えてた？その時ね、スナパイさんいなかったと思うから、多分ね、そう、私が入った後にスナパイさんが来てんのかなと思ってるから、そこは聞きたかったんだけど。うん、シェリフ使用しますね。ピカクロス、エンジンおいで。わかった。いやでも終わっちゃわない、うん、ゲームが。まあ、終わってないか。タスクどんぐらいですか。あと3。いや、普通に終わんないですよ。いやいや、何個ですか。あ、キツネが終わってなさそうだったら、もうインポスターここガンガン釣ってもいいですよ。あと6です。8個終わってる人いる。そう。赤メタが終わってるかな、あと3だから。は終わってないな。じゃあ行けるんちゃう、やってみない。でもじゃあ釣った方がいいですよ、このターン終わるかもしれないんで。うん、まあどの道ちょっとピカさん殴っちゃうことになるんですけど、ユタさんが疑った先はアドミン情報を正確に出してるセルフィーさんっていうのがあんまりしっくりきてなくて、どちらかというと武器にのこのピカスナの方を疑う方が当たり前やなと思ってたから、ちょっとピカさんもラインで怪しく見えちゃってます。さっきの話だとそれっぽいから俺が今使用した。そうで、多分それを疑うんだったらピカクロススナッパーまで疑わないといけなくなってくるから、だからまあ純粋に私もエンジン取ってるから、追放した方がいいですか。疑う方がいいと思いますけど、取られてるやん。うん、まあよく残ってたらおめでとうだね。そうだね。うん、全然進んでねえ。大嘘ついてた。回ってねえのか。そう。惜しい。いや、なんかファイターうまかったな。あ、なかった。めちゃめちゃすごい。しかもマットシェリーがない。
そうセレブ。自爆する予定やってんけど。え、あじゃあよかったっつって。かっこいいと思って誰。うわ危ねえ。落ちてこない前提で動いちゃったから落ちてきた瞬間ああダメだった。入れた皆さんナイスですよね作る。よし岡田さんのタスク発行終わってますもん。そうだから、うん、大嘘だね。すごいな。しかも残り3個でだから終わってるって10個も終わってるんだからと思いましたよ。13個だから。僕とピカさんの目の前で消えてきましたね。ごめんなピカ。いやいやあのこっちも全然うまくできなかったです。申し訳ないです。あれで多分両インポスターに伝えられたとは思ってたから。そうそうそう。あスナパイさんよーこ頑張ったやなと思ってたから。うん、うん、武器庫に死体あるの見えた状態でキッチンにいます僕が。ああなるほど。あ、うん、あそっちか考えなきゃいけないのごめんな。うんそう四人がいて繋ぐが多分最初は。うん。やば。強かったですね。いいね。